久保さん、ちょっとサボりでいきましょうか。ローランドさんいきましょう。r ローランドさんね、こういいあのサボりさ、サボるっていうことで名言があったんですけど、1日サボれば1週間サボる。1週間サボれば1ヶ月サボる。1ヶ月サボるやつは1年サボるよっていうね。これうまいですね。まあ、確かになっていう。 1日サボれば1週間サボる1週間サボれば1ヶ月サボる1ヶ月サボるやつは1年はサボるよっていうサボり癖ってやつですねいやねこれねサボサボっちゃうとやっぱねサボり癖がつくんですよねうんそうまあこれはもう間違いないなと思いますね まあなんか習慣が人生を変えるみたいな話があって、まさにその通りだなと思うんですけど、やっぱりね、サボるとサボるんですよ。で、まあ実際僕の事例なんですけど、あの、今僕は歯の手入れをしているんですね。でもう120万ぐらい使ったんですよ。で、まだあと2回あるんですけど、だからあと40万ぐらいかかるかな。なんか1回、その歯ぐき、歯ぐきの 整形手術みたいの一1個ずつし,してるんですよあ。1個、2個、3個、4個、もう5回ぐらいやったんですけど、<laughs> それ1箇所20万ぐらいかかるんですよ。で、先生にあと何回ですかみたいな。あと2回ですね。2回かまだあんのかみたいな。<laughs> まあいな <laughs> で、まあ、そんだけ金かけてるんで、まあ、最初ね、やっぱね、手入れちゃんとしてたんですよ。まあ、そんだけ金も突っ込ん,んでるし、まあ、痛みですよね。 いやだけどね、あのー、めんどくさいですよ。あの、歯ブラシして、歯間ブラシして、糸やクロスやって、あのー、まあ、15分ぐらいかかるんですよほん。ちゃんとやったら15分ぐらいかかるんですよ。これね、めんどくさいんですよね、15分毎回やるの。<laughs> で、ちょっとサボっちゃったんですよ。で、サボったら、まあ、普通に歯ブラシはするんだけど、その、ちゃんと、 歯ブラシ後の歯間もして、クロスもしてみたいなのをすると、するのをサボると、やっぱね、サボっちゃいますね <laughs>。でもこの前また手術したときに、またなんか言われまして <laughs>、今までできたんだからちゃんとやろうぜみたいなね <laughs>、言われまして <laughs>。で、お金もまたかかるしね、まあ、やらんとなってま、またまた始めてるんですけど <laughs>、まあほんとね、大変ですね。 歯磨き <laughs> 歯磨き大変 <laughs>、うん、だまあまあまたちょっと戻してちゃんとやってますけど、うんうん、まあでもねあの僕の実体験からお伝えするとやっぱねサボるとね歯なんかはあのまあ今ねその 土台の部分の僕は歯ぐきのところの手入れをしてるんですけど、まあ、歯ぐきの手入れがその全部終わったら今度、まあ、歯ですよね歯の銀歯とかのやつもう10年ぐらい銀歯入れてるやつとかもう,もうそれもねメンテナンスしないといけないんでまたその上の上も結構かかるんですよその保険外のやつなんで保険外で、えー、検査するみたいなやつなんで。 またそれも金かかるんですよ。だから300万ぐらいかかるんじゃないかなっていうトータルで、全部今土台やってて、そう上行ったら、上もやったら300万ぐらいかかるかなっていう。金かかりますね、歯。なんかね、芸能人の方も、なんだっけな、あの、歯の手入れして500万とかね、あの、しましたって。誰だ,だ,だっけなあの,あの、芸人の人が言ってたんですけど、芸、誰だっけな、あの人。あの、 誰だっけなあの人あの出てこない出てこないな出てこない <laughs> あの人なんだっけなあのね映像は出てるんですけどうん だっけな。ちょっと思い出していいっすか <laughs> 気持ち悪いあの人あの人が500万ぐらい使ったっていうなんかインプラントしたのかな誰だ,だっけな 思い出せねえなうんお笑い芸人コンビ何で出てくるかな これだこの人だこの人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 あ日村さんだ日村さんでしょしごくらかす日村さん日村さんだったかなあ日村さんです出てきた日村さん日村さん歯の歯,歯の治療あインプラント500万ですねそう インプラント500万です日村さん <laughs> そう日村さんですよ500万かかりましたみたい500万使ったらしいですよ <laughs> でまあ言われたのがそのあのまあ結局その今治療してるんだけどもその結局インプラントも高いしインプラントの場合は人工だから結局そのまあ まあ考えれば誰でもわかるとは思うんですけどインプラントよりやっぱり自分の歯茎の方がそれはいいよねっていう <laughs> だからあのー、この習慣がね、まあ、あの歯を1本でも残すみたいなね話でそういやー歯は高いっすねでもこれ毎日のやっぱあの積み上げだと思うんで。 残すか残さないかっていう多分ね一日15分ぐらい本気でちゃんと歯,歯ブラシしてる人は多分まあ結構な割合で多分歯は残ると思いますねまあその歯医者さんで習うような歯,歯ブラシをあの本当にちゃんとやってる一日15分かけて歯,歯ブラシブラッシングしてればまあ歯は残るでしょうね大変ですから僕本当にこの40歳になってね歯磨きってこんな大変なんだなっていう <laughs> もう痛感してますからね、うん、一本一本丁寧にやるのは、本当ね、大変ですね。うん、まあ,あの、歯はね、サボらない方がいいと思います、お金もかかるんで、高いんで、保険効聞かない治療するとすげえ高いですから。うん いやた金かかりますね久保さんね生きてくっつうのは <laughs> いやもう僕は想定外でした最初はそのなんかその定期検診僕は知ってるんですけど歯科衛生士さんにその歯ぐきの先生がいるんでスペシャリストの歯ぐきの先生がいるんでそれちょっと見てもらえますかみたいなじゃあお願いしますっつってねでそれもまあそのコンサルタント料みたいな3万かかったんですけどそのち見てもらうだけで。 で、その3万払ってね、見てもらったら、まあ、ここもだめですね、ここもやりましょう、みたいになって、まあ、やることになって、まあ、やったら、まあ、終わらせるまで続けないと、まあ、断れないですよね、もう。<laughs> いや、20万か、みたいな、ね <laughs> うん、そう。だからね、この前やったのは、この上の、上の、なんか、歯茎を移植する、歯茎というか、死に、 移植すするのもやったんですよここの上,上からなんかその皮膚みたいな上からこう削って取ってで歯茎に移植するみたいなのをちょっとやったんですよ、うん、だからこ,ここの上のここから肉をこう持ってきてこっちにこう移植するみたいでもすごいですね人間っつうのはね <laughs> ここの 肉なんだこう上のあの肉なんだけどこっちに移植してまあ今もう3週間ぐらい経ったんですけど抜脂も取ってだけどね定着し始めてますねすごいっす <laughs> もうだいぶあの定着しましただからまたし神経細胞が出てきて赤くなんかそのその手術してくれた先生がああのレッドですねみたいな そのレッドって何かというと、その毛細血新しくその毛細血管がこう生まれて、でこう血が流れ始めていると赤くなるんですよ。これがレレなんかレッドみたいなで。これは組織がまた再生しているといういい証拠です。いい赤ですね、みたいな言われて。で、その赤もだいぶなくなってきて、も定着し始めましたね。そうだから歯茎がこう落ちてくるんですよね。 こう死肉がこう落ちてきて落ちてきてずれ落ちて歯が抜けるみたいな話なんだけどだから歯茎をまた形成してまたこうやるっていうのをやったんですけど芸能人は歯が命っていうね言葉は昔ありましたけどまあ一般の人もね歯はないよりあった方がいいんじゃないかなっていうもともとね僕もあの歯が弱いみたいななんか子供の時から歯医者行ってたんですけどうん まあ、歯はあった方がいいと思いますね。うん、お金かかりますよ。<laughs> 頑張りましょう。いってらっしゃい。